こんばんは、速稼塾の久保です。今日はですね、視聴者さんからいただいた質問をライブでお答えしようかと思います。まあ、ご質問いただいた方はね、匿名にさせていただきますのでご安心ください。今回の質問はですね、転売に関することなんですよ。転売で、どうしようかな、ああしようかな、こうしようかな、いい方法ないかなっていうふうな形でお問い合わせいただきました。ちょっとね、厳しく言うところもあると思いますけども、必ず役に立つことばかり、お伝えしますので、しっかりと聞いていただければと思います。それではね、質問に移ります。久保さん、こんばんは。連絡ありがとうございます。それではまず、転売の仕入れ先は以前の動画で海外のアマゾンさんと言っていた記憶があるのですが、こちらで間違いないでしょうかという質問ですよね。あの、何を仕入れるかによってアマゾンがいいのか、メルカリがいいのか、ヤフオクがいいのか、店舗がいいのかってこと決まってくるんですよ。ですので、この質問だと答えようがないんですよね。でもまあ、それでも答えようとすると、海外のアマゾンで仕入れて海外のアマゾンで売るっていう方法はあります。これがね、アマゾン転売なんですよ。あの、竹割というサイトを見ていただければわかると思うんですけども、この竹割というサイトはですね、世界で展開されているアマゾンジャパン、アマゾンドイツ、アマゾンアメリカ、アマゾンイタリア、もうこういったね、各地のアマゾンをこうまとめてくれてるサイトなんですよ。もうここまででお察しのいい方はね、あの、気づいてると思いますけども、あの、各国によって同じアマゾンでも販売価格に差があるんですよね。ということは、例えばあの、一眼レフカメラをアメリカで買って、でそれで日本で売るみたいな、これアマゾンから仕入れてアマゾンで売るってことをやったらどうなると思います？利益出ると思いませんか？価格差が5000とか1万円のものって結構簡単に見つかりますからね。まあ、こういうふうな考え方でアマゾンで転売をするっていう方法はあります。あとはね、作業をするだけです。あの、作業のやり方が分かりませんっていうのはね、まあ、聞いていただいて悪いことはないんですけども、あの、まず自分でやってみてほしいなと思います。行動量が少ない方に限って質問がね、すごく曖昧で抽象的なんですよ。やってないからですよね。例えば、このサイトを使ってこういうふうにやったんだけども、こんな結果が出ました、これで良かったんでしょうか、私はこういうふうになると思ってたんですかというふうな、行動をして検証をして、そして自分なりの理論に基づいてどうでしょうかっていうのは相談になるんですけども、何をやったらいいでしょうかっていうのはね、はっきり言ってね、これ答えようもないんですよね。もうお分かりだと思いますけどね。そんな形でね、アマゾンについての質問は以上になります。次です。転売する商品はどんなものが良いでしょうか。もうね、この質問来るとがっかりしますよね。どんなものがいいでしょうかって、何をやりたいんですかね。あの、利益が取りたいんだったら、あらりの高い商品を見つけてそれを仕入れて売ればいいと思うんですよ。で、このリサーチができてないからこういう質問が来るんだろうなっていうのと、どんなものが良いでしょうかっていうのもね、答えるとすると売れるものですよ。儲かって売れるものをやればいいんじゃないですかね。だから漠然とした質問には漠然として答えるしかないです、例えばね、こういった商品をこの価格で仕入れてみたんですけども、これでよろしかったでしょうかって言ったら、それはあの、販売価格のね、レートが出てるサイトがありますから、そちらを参照に仕入れるかどうか決めてくださいっていうふうな答えがなりますし、だいたい誰が買うのかわからないものを仕入れるって、こんな恐ろしいことはないですよ。で、転売をするんだったら、もう買う人が確実にいるってことがまずなんですよ。で、それから仕入れ値段なんですよ、ね、買う人が例えば1万5000円で買う人がこっちにいます。だから自分は仕入れることができます。ただし、自分のあらりが9000円欲しいから6000円で販売してるところを探しに行くんですっていうのが転売で勝つ方法ですよね。だからこの質問もね、またね、何もやってなくて質問してるのか、それとも行動量があまりにも少ないのかってことなんで、なんかね、私ね、質問に対してこう逃げるわけではないんですけども、答えようがないですよね。これ分かりますかね。転売する商品はどんなものがいいでしょうかって、私一覧でこう1万個ぐらいここに書けばいいんですかね。そういうことになっちゃいますよ。だからね、例えば家を仕入れて家を売ったらいいんじゃないですかって答えても正解なんですよ。でも、家仕入れるお金ありますかってことになっちゃいますよね。じゃあ、質問するんだったら、あなたの資金はいくらあって、で、どのぐらいの作業ができるんですかっていうふうな質問すれば、私が質問に対して質問で返せばいいのかなってことになっちゃいますんで、もうちょっと掘り込んだ質問いただければとね、いいかなと思います。そして、また売るのは日本のアマゾンでよろしいでしょうか。アマゾンでもいいと思いますよ。ただやっぱりこれもね、あの、やっぱりアマゾンではいくらで売れるのか、ヤフオクだったらいくらで売れるのか、メルカリだったらいくらで売れるのかってことをリサーチした上でだったら、私に質問来ないと思うんですよ。だって答え出るじゃないですか、それで比較すれば。あとは知り合いの、近くの知り合いの人に、ね、売ってみたら売れたらでもいいわけなんですよ。ちょっとこれはね、申し訳ないんですけど、質問された方の名誉を傷つけるわけじゃないんですけども、もうちょっともっと根本からやった方がいいですね。例えば
そうですね、仕入れ金額いくらお持ちですかってことと、どの商品にターゲットを絞ってやってるのか、もしくはいくらの1個あたりいくらの利益を見込んでやってるのか、月間で、いくらの利益が欲しいのか、そして仕入れ金額にそのためにいくら使うのか。例えば月間でね、20万円ぐらい転売で利益取れればいいなって思ってる方いると思うんですけども、20万の利益を出すってことは仕入れに100万円ぐらい使ってもらわないとできないですよ。しかも初月からはいかないですからね。初月に100万仕入れて、で在庫にしてセールスをかけていくんだけども、そんなにバンバン売れないです。で2ヶ月目にもう1回100万円を仕入れて、合計200万円の在庫を持っていくんですよ。そして2ヶ月目からちょっと売れるかなって感じになってきて、で3ヶ月目また100万仕入れるんですよ。また100万仕入れて、で在庫の合計が300万になって、それからポロポロ売り出すサイクルが始まって、それでもまだね20万いかなかったら次の月にもう1回100万仕入れるわけなんですよ。そうして1年で見ていくと、大体、だんだん売り上げが上がってきて、あ、最初は60万の月間売り上げだったから、仕入れ金額に対してだいぶマイナスだよねっていうのがだん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 積み重なっていって、あ、今月は110万になってきた、120万になってきた、よし、これで100万の仕入れに対して120万の売り上げが立ってきたぞっていう風なのが1年ぐらいかけて見えてくるんですよ。だからなんかね、仕入れしたその月に全部売る力があればいいですよ。でもないわけじゃないですか。で仕入れの力って何かっていうと、例えばね、私が仕入れてこのね動画でセールしたら結構売れると思うんですよ。まあしないですけどね。でそれが自分で売れる力なんですよ。でアマゾン依存とかね、ヤフオク依存とか、それからメルカリ依存になって、そこで出したら売れるだろうっていうのは甘くって、ライバルも同じ商品出してますからね。だから商品の選定をいくらでするのか、どんなものにするのか、そしてあらりとか販売価格はどういうふうに設定するのかっていうのは、自分が扱おうとしている商品をすでに出している人のことをちゃんと見ないとダメですよ、うん、でこれが最後の質問ですね。あとは気をつけるべきこととかあればよろしくお願いしますって最後に書いてますけども、今お話したことです。少なくともねここまでは自分でやって、それからスタートかなと思いますよね。1からまだアカウントを取ったばっかりですところから教えてくださいっていうと、結果が出るのはやっぱり1年半とか2年後とかになっちゃいます。だから本当の本当の初心者だとしたら、2年後に5万とか10万売り上げを取ることを目指してやっていくぐらいの気の長さが必要ですよね。でもそこそこ経験を積んで、今が毎月2万とか3万売り上げを取ってます。それを20万とか30万するためにはどういうふうにしていきましょうかっていうんだったら、みっちりと1週間ぐらいかけてやり取りをするってことになりますけども、ちょっと行動量が少ないと質問も的確ではないし、答えもシャープに出せないんで、なんか一方的にね叱るような動画になっちゃいますから、質問もちょっとね気をつけていくっていうか、まあ、行動量があればちゃんとした質問になってきますんで、まずは行動すること、そして行動を何すればいいのか分からなければ、何をすればいいか分かりませんって質問でもいいですからね、そういうふうなことをお寄せいただければと思います。まあ、本当にねビジネスっていうのは会社勤めは違ってて、会社勤めっていうのは人が何を売ればいいかっていうことと、どこに対して売りに行けばいいかってことを、そしていくらで売ればいいかってことを教えてくれますからね。でも自分で商売するってことは、何を扱うのかとかね、誰に対して売るのとか、いくらに金額を設定するのか、経費はいくらまでなのかってことを自分で全部やらなければなりませんので、そのためのねお手伝いを私いたしますけども、基本的には自分でこう考えていくとか、自分でビジネスをやっぱコアを作っていくっていう風なねことがなければ、私も協力のしようがないですから、そこはちょっとお願いしますね。ということでございました。今日のライブ放送お役に立っていただければ幸いです。じゃあ失礼します。